皆さん、こんにちは、マサでーす。って感じでね、またやっていきたいと思うんですけども、今回は見てくださってる通りね、いきなりの映画紹介なんですけども、これ6月14日金曜日から、上映されるね、蛇の道。と思いますよ。蛇の道じゃないと思いますけどもね。蛇の道っていう、映画なんですけども、主役はね、柴崎コウさん。うん。そしてもう一人のこの男性の方ね、これはダミアン・ボナールさんっていう方なんですけども、うん。監督、脚本は黒沢清監督。ね、うん。これね、どこまでも追い続けるって書いてるんですけども、うん。時と国境を越えてたどり着く徹底的な復讐の先に待つものとはってね。まあこれね、日本とこの白人の方はどこの国なのかな、うん、まあどっちにしてもこの感じのね、復讐劇の映画っていうのは珍しいと思うんですよ。韓国とはね、結構まあね、復讐劇のそういう風なね、映画は多いんですけども、うん、日本もね、まあちょこちょこ見かけるって言ったら見かけるんですけども、だからこれね、うん、どうやらね、ストーリーとか読んでいったらね、ちょっとだけなんか、まあ、詳しい全貌がまだ分かってないから、ね、把握してないか分からないんですけども、ニュアンス的にはね、港かなえさんの告白に近いような感じかな。っていう風にも撮れるかな？って感じなんですけども、まあ、告白も僕も大好きな作品の一つなんですけどもね、だいぶ昔の映画なんですけども、松たか子さんがやられてね、小さい時の芦田愛菜ちゃんやったかな、が出てたりとかね、そういうな映画だったんですけども、うん。そしてね、この後ろにはね、これ、こんな感じなんですけども、怖いちょっと柴崎コウさんがいてるんですけども、ねえ、あなたのために私は獣になるって書いてるんですけども、うん、黒沢監督と柴崎コウさんの、ね、この、完全版リベンジサスペンス、として誕生って感じなんですけども、そうですね、まあ、ストーリー的に言うてきますと、何者かによって、で8歳のマナ娘を殺された父アルベール、おそらくこちらの男性の方ですね、が偶然出会った精神科医のこれ新島っていうものかな、新島小夜子の協力を得て、柴崎コウさんですね、こちらですね、コウさんですね、得て犯人を突き止め復讐することを生きがいに、殺意を燃やすと、誰になぜ娘は殺されたのか、そしてとある財団の関係者たちを二人で拉致していく中、次第に明らかになっていく真相、とある財団というのはちょっと不気味ですね、必ずこの手で犯人に報いよう、その先に待っているものは人の道か蛇の道かってね。他はね、まあこれね、まあどっちかが両方繋がれてるのかな。これは柴崎コウさんかな。こう、ね、地下室みたい、地下室じゃないな。こんな部屋に、ね、監禁されて。いろんなね、西島さんがいますね。西島さんがちょっと、ピークってあれなんかな。注目なんかな。なんか層みたいに繋がれたりもしてますしね。二人ともちょっと容疑者、二人で拉致、とある財団の関係者たちを二人で拉致していく中で、二人でっていうのはそこは先の外人さんと柴崎コウさんで、次第に明らかになっても、行くものが、ね、ちょっと謎なんですけどもね、6月14日からね、ロードショーってやってますのでね、URL はこうなってますよって感じなんですけども、これがとてもなんか、ちょっとね、先が読めない感じでね、とても楽しみなんですけども、角川ですね、これがね、どんな映画なのか楽しみな、してるんですけども、この蛇の道ね、またね、ちょっと気になる、映画とかあったらね、どんどんまた紹介していきたいと思うんですけども、そしてね、バキ君とかちょっと受けてもらってね、そしてね、今日のね、吉岡里帆ちゃんなんですけども、今日の吉岡里帆ちゃんこっちに用意してましたね。こちら。今日の里帆ちゃんはこちらです。こちらの、なぜこれを選んだか。全身的にはこんな感じですね。夏っぽいですね。もう夏ですからね。暑い夏がやってくるって感じなんですけども。これね、ちょっとまた頭を抱えてますね、これ。どうしたかな。
何入れたかな、何だったかなっていうね、あのコーナーですね。うん、何を入れたかわからないよガチャをね、また回してきたよっていう企画なんですけども、うん、これね、今までのね、結果ね、前書いた通りね、うん、今のところはね、3回やってんのかな、ちゃうわ、4回やったんか、この前。この前、呪術回戦のアクリルキーホルダーでね、初の負けをね、味わったんですけどもね、うん、これでね、これ3勝1敗。だから全部4勝や、4戦やな、これ。うん。かけとかなかな。うん。今まではね、この蛇腹のおもちゃとかね、うん、旅館のスリッパミニチュアとか、麻雀牌ライトとかね、結構当たりが出てたんだけど、この前ね、呪術廻戦のアクリルスタンド、ちょっともう初めてのね、釘崎さんだったら勝ちだったんですけどもね、マヒトだったからね、ちょっと負けになって3勝1敗になりましたね。そして今回はね、まだ回してきましたよーって感じで、どんって感じで。うん。もう完全にもう、今回はもう分からない状態です。何のやつかも分からないからね、うん、これはちょっと当たりの匂いがポンポンしてるんですけどもね、うん、これ大きいやつだからね。これね、まあ、まだまだね、補充されてましたね。何を入れたかわからないガチャ。完全なね、在庫処理だと思うんですけども。うん、まあね、この在庫処理でもね、たまにね、お宝が出るかもしれないからね。出た。なんだ、なんか紙が。なんかあれ紙ないんちゃうこれ。ん、あった。なんだこれは。あ、これはちょっと、負けかな。あ、これ。ママがお化けになっちゃった。ああ、缶バッジか。缶バッジコレクション全10種。うん。講談社って書いてますね。あ、これ絵本かなんかちゃうかな。多分なんか、こんな感じの絵本の感じのやつ見たことあんねんけど、なんか。お母さんが亡くなったんかな。うん。そういう絵本なんかな。で、お化けになって見守ってるという。そんな感じのあれなんでしょうかね。それの缶バッジか。こんなね、ああ。こんな可愛らしい、こんな絵本ですね、これは。ママがお化けになっちゃった。でも僕はちょっと読んだことはないんですけどもね。それの、こんな缶バッジになるぐらいだから人気なんかな。可愛らしいですね。可愛らしいけどもね。何が出たかな、その中でも、ママかな、僕かな、ママだな、ママがドーナツ食べてますね、これはあれかな、駄菓子のあのドーナツかな、どれだこれ、右から左から2番目のやつか、これか、これが出ました。あれ、なんちゅうドーナツやった、まあ、ど忘れした。ちょっと待ってください、ね。前な、何だな。前ね、ガチャしてね、この前やってたんですよな。なんとかドーナツ、ミニドーナツじゃなくて、嫌だな、こんなすぐ忘れるの。ヤングドーナツ。そう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 。ヤングドーナツを食べてんのかな。ヤングドーナツを忘れるってね、もう困ったもんですけどもね。かわいらしい。ちょっとチープっぽい、ちょっとあれですね。まあ、誰かにあげようかな、また。友達のお子さんでもね。また、ちょっと今回は外れですな。これは負けでしたね、今回は。これでは、ちょっと負けですね。って感じなんですけどもね。仕方がねえな。まだ、だけども、今度またね、チャレンジしたいと思いますけどもね。という感じで、これね、何が言えたか、果てながちゃね、これまたまたいろいろやっていきたいと思うんですけども、まあ、こういう時もあるさ、まあ、次またね、いいやつを出すかもしれませんけどもね。それでね、あ、この前ね、この買ったね、これサンドトゥルーパーっていうみたいですね、これ。正確には。トゥルームトゥルーパー、って言ったのかな。
そればっかり、そういういつもの有名なやつの名前をずっと言ってたんだけど、サンドトルーパーみたいですね、どうやら。このなんかこれつけてるしね、これもちょっと結構気に入ってるんですけどもね、なんかこれなんか持たせろかなと思ってね、勝訴とかね、無罪とかね、こんな風にでも持たせるような感じでね、遊べるような感じのフィギュアなんですけども、さあなかなかね、やっぱり何でも何入れたガチャはね、やっぱりね微妙なもんが入ってんな。まあね、違うやつまたねいろいろやっていきたいと思うんですけども、まあこんなそんなことこんなことでぐらいで落ち込んでてもしゃあないですからね、そういう時はね、リホちゃんを見てね元気出そうと思いますって、とてもね可愛らしいリホちゃんですね、そろそろもうちょっと、まあ、カレンダーも変わりますからね、これあこれは3月4月のやつか、あ違うですね、5月6月は今、よいしょ、またねカレンダーのその企画になってもねまたいろいろ変えていきたいと思うんですけども、そしてシャッフルリホちゃんは行っていきたいと思います。はい、これね、くそーパシッとね、今回はねどんなのが出るかね、楽しみにしてたり行きたいと思うんですけども、ショートカットがね多いって言うんで多いと思うんですけども、だからロングのやつも入ってたと思うんだけどな、髪の毛、あだけどちょっとショートっぽいけども、あこれはね、ちょっとねこういうのこういう色、薄いイエローみたいな感じのね、のビキニシリーズですね、これもやっぱり、ちょっと手で隠れてますけども、これもやっぱりショートですね、ショートフェアのリホちゃんですね、シャッフルリホちゃんね、まあ今回はね、なかなか初めてかな、この前出たかな、この黄色ビキニシリーズね、これもなかなかねいいあれなんですよ、可愛らしいですね、まあ、やっぱり幼い時のリホちゃんですからね、お腹の時かな、ちょっと閉まってるような感じなんですよ、これ。ちょっと横からから今回のやつはちょっと見えないんですけどもね、すごくね、引き締まったね、腹筋が割れるまではいかないけどもね、そんな感じのリホちゃんのね、一枚なんですけども、バキ君もね、バキみたいな感じでね、ムキムキって感じなんですけども、バキ君も白いとこかな、と感じね、今日のシャッフルリホちゃんはね、初めてかな、前も出たかな、黄色のこのビキニシリーズね、薄い黄色のやつね、これが出ましたよって感じです。という感じでね、今回はねこの辺でまたお別れしたいと思います。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。それではまたね、マッサでした、バイバーイ。